小説を出版しているんですよ。先生と呼んでもらっても構わないよ。おはようございます、時坂先生。はい、朝の挨拶は健全な生活を送るのに必要不可欠ですから。おはようございます、織姫様。ええ、おはよう、よそみやさん。いかがなさいましたか、先生。何でもございませんわ、織姫様。そうですが、よそみやさん、教師とはいえ殿方に必要以上に接することはあまり関心いたしませんよ。ええ、分かっておりますわ。つづり子は普段真面目な学生で通っていますから。内緒ですよ。
が屠殺ごっこをした話かな。ちゃんとしたグリム童話だよ。まあ残酷すぎてすぐ削除されたらしいけどね。フリードリヒ一世じゃなかったっけ？お疲れ様です、時坂先生。2年富士組の担任をしています、日下達彦です。やはり時坂さんのお兄さんでしたか。こちらこそよろしくお願いします。立ち話もなんですから、場所を変えましょうか。学生たちの様子には驚かれたでしょう。気持ちはお察ししますよ。最初は僕もそうでしたから、なんというか反応が薄いんですよね。そうでもありませんよ。話を